ゲームデータをセーブしますか？アイズさん、新しい章へ行きましょう。アイズ。リベリア。相変わらず早いな。剣は振っていないようだが。何があった？酒場で会ったミノタウロスの話。私は男の子、冒険者を助けたんだけど、その子があの時酒場にいて。ベートの話を聞いていたのか。うん。なるほど。それで、お前はどうしたい？わからないけど、謝りたいんだと思う。自信がないのなら、まだ悩め。言ってくれれば、相談にも乗ってやる。うん。リベリア。ありがとう。アイズ、朝ごはんよ。一緒に食べましょう。ゲームデータをセーブしますか？アイズさん！レフィーヨ？これからダンジョンですか？うん。どうしたの？今度のお祭り、モンスターフィリアなんですけど、よかったら一緒に行きませんか？うん、いいよ。いいんですか？うん。本当に、本当にいいんですか？うん。ダンジョンに行ってくるね。はい、お気をつけて。風よ。風よ。風よ。
風よ。えい！風よ。風よ。風よ。
フィーアには聞いてないわよ。私は動きやすければそれで。動きやすいって、例えばロキが着てるようなとか。ロキの服、レフィーラ似合うかな。ああいう短いパンツってさ、結構お尻のところ怪しくない？ああ、確かにちょっと気を使うかもね。ダメダメダメー、アイズさんには絶対似合いません。まあ似合うかどうかはさておき、ロキと同じ格好っていうのはちょっとね。そうですよ、だから絶対にダメです。バニーガールみたいなのでいいんじゃない？バニーガール？ティオに飽きてるでしょ。失礼ね、私はいつだって本気よ。いやでもバニーガールってさすがにそれはないと思うな。守るての気持ち。どうかしら。じゃあティオにはバニーガール姿で別な顔を歩けるの？無理ね。ほらやっぱり飽きてるじゃん。私を買うの？買いません。むしろお持ち帰りして子育てしたいです。何言ってるの？こんなところで立ち話しててもしょうがないし、とりあえずお店に行きましょうか。うん、ほらレフィーア行くよ。アイズさん可愛いです。ダメだこりゃ。アイズ、ほらもっとよく見せてよ。間違いなく飛びついてたわね。あのティオのお金は？いいよ、私からのプレゼント。じゃんじゃんして使ってね。でもそれよりもお昼にしようよ。私お腹空いちゃった。確かこの先にカフェがあったわよね。私も行ってみたいです。アイズも行こう。賑やかで楽しいよ。どうしたの？アイズ、ごめん、ティオナ。あ？アイズさん？ごめん。アイズ、私謝ってほしくてプレゼントしたんじゃないんだけどな。え、それとも迷惑だった？ううん、そんなことない。うん、だったらありがとう。ようやく笑った。アイズは笑顔が一番可愛いよ。ティオナさん、抱きつく必要はないんじゃ。
リア、羨ましいの？それはダメだよ。アイズの隣は私の特等席なんだから。ねえアイズ。うん、そうなのかな。へへ、そうなの。ねえフィーヤ、素直になった方がいいんじゃないの？ゲームデータをセーブしますか？すっかり遅くなっちゃいましたね。あ、そうですね。見つかったら大変です。アイズ、レフィア。どこへ行っていた？と、遠征が終わったばかりだというのに、少しは体を休めたらどうだ。しかもレフィアまで連れて行くとは。ごめんなさい。違うんです。私がどうしても一緒にって頼んだんです。だとしても自覚が足りん。おお、みんなして夜中に何しとるん？見ての通り説教だ。大変やな、ママは。誰がママだ。よし、たまにはうちが神として罰を与えたる。おてんばアイズな、うちらに心配かけとる罰や。明日のモンスターフィリア護衛役としてうちに付き合うてもらうで。待ってください、アイズさんは私と。ごめんなレフィーや、チート訳ありでな、拒否権はなしや。へえ。じゃあそういうことでよろしく。ロキ、護衛っていうのは？ああ、ちょっと気になることがあってな。とある神を呼び出したいな。そんな固く構えんでええよ。向こうも迂闊なことはできんやろし。よう、待たせたか。いいえ、少し前に来たばかり。あら、その子は？なんや、紹介がいるんか。一応彼女と私は初対面よ。うちのアイズや。これで十分やろ。アイズ、こんなやつでも神やから挨拶はしとき。はじめまして。かわいいわね。ロキがこの子に惚れ込む理由がよくわかったわ。それじゃあ早速本題に入らせてもらうで。ええ、どうぞ。前の神の宴、あんなに興味ない言うてたのになんで参加した？質問の意図がわからないわ。うちらと自分とこのファミリアの関係は周知の通りやろ。それこそ好きやあらば相手を蹴落とそうと神経を尖らせ合う関係や。そっちが動けばこっちも動かざるを得なくなる。これで自分が言う質問の意図が分かったか？そんなに怖い顔で言われたら答えられるものも答えられないわ。むかせ。自分は質問って言うたけど。忠告かしら、それとも警告？どう取るかはそっちの自由や。男か。つまりどこぞのファミリアの子供を気に入った、そういうわけやな。ったく、
この色ボケ女神が。ね、あら、分別はあるつもり？言うてろ。んで、どんなやつや？うちはそっちのせいで余計な気を使わされたんや。強くはないわ。でも綺麗だった。透き通っていた。あの子は私が今まで見たことのない色をしていたわ。見つけたのは本当に偶然。たまたま視界に入っただけ。そう、あの時もこんな風に。うちにはようわからんわ。ごめんなさい、休養ができたわ。はあ、お前いきなり。また会いましょ。さて、面倒な用事も済んだし、アイズさんデートしよ。デート。さっきからキョロキョロしてどうしたん？知り合いでも見つけたんか？申し訳ありません。なんや、ギルドの子がそんな慌てて。なんかあったん？神ロキ、それにアイズ・バレンシュタイン氏。どないしたん？神ロキ、ぶしつけを承知でお願いします。どうか町に逃げ出したモンスターの討伐にご協力いただけないでしょうか。町に逃げ出したって、まさか。モンスターフィリアのために捕獲したモンスターが逃げ出してしまって。それは確かに一大事やな。うん、かまへんよ、協力。本当ですか？ありがとうございます。と言っても働くのはアイズタンやけどな。残りは正確な数を把握できていませんが、シルバーバックがダイダロス方面に逃げたという情報が入ってきています。ダイダロス通りか。それはまだ面倒なところに逃げ込んだね。確認してくる。ああ、アイズさん待って。この人だかり、なんかあったん？いや、見事な戦いだったな。
あの白髪のガキ、絶対に大物になるぜ。どうやらシルバーバックは倒されたみたいやな。お、アイズタン、どうかしたん？全て排除されたみたいよ。後処理はガネーシャファミリアの人たちがしてくれるそうです。そっか、それは何よりやな。あ、どうかした？ティオナに買ってもらった服、ボロボロになっちゃった。本当だ。でも別にいいじゃん。また今度買いに行こうよ。次は私が選びます。ねえアイズ、私に選ばせてよ。すっごくいいの見繕ってあげるから。楽しみだねアイズ。ゲームデータをセーブしますか？アイズさん、新しい章へ行きましょう。7階層？あ、ほへい！君は、私の言ったこと何も分かってないじゃない。5階層を超えた上に天津さん7階層？迂闊にも程があるよ。君は危機感が足りなすぎる。今日はその心構えの強制に加えて徹底的にダンジョンの恐ろしさを叩き込んであげる。まあ待ってください。その僕、あれから結構成長したんですよ。エイナさん、ステータス、アビリティがいくつか E まで上がったんです。ちょっと前までアビリティ評価 H がやっとだったのに。あ、はい。冒険者になって半月で達成できる能力ラインはせいぜい H なんだよ。これが冒険者になる前から戦いの心得を持つ人だったら E に達するのも多少納得できるけど、君は違うでしょ。はい。戦闘未経験者が半月で G に達するのもできすぎなの。それがいいなんて信じられるわけないよ。でも本当なんですってば、エイナさん。じゃあ君の背中に刻まれたステータスを見せてくれないかな。え、でも冒険者のステータスって一番バラしちゃいけないことなんですよね。今から見るものを私は絶対に口外しない。約束する。わかりました。じゃあ脱ぎますよ。顔を赤くするくらいならいちいち確認しない。こっちの方が恥ずかしくなっちゃうよ。すみません。え、嘘。エイナさん、確かにこのステータスなら7階層進出を許可しないわけにいかない。じゃあ、でもあんまりジロジロ見られると。ベル君、明日予定空いてるかな。え、私とデートしようか。え、
な。おーい、ベル君、聞こえてる？あ、はい、すみません。じゃあ、早速だけど行こうか。あの、そろそろどこへ行くのか教えてくれませんか？そんなに怯えなくても、別に取って食べたりしないから。でも、この先にあるのってダンジョンですよね。うん、正解。今日行くところはダンジョンだよ。といっても、正確にはダンジョンの上にあるバベルだけどね。バベルって冒険者のシャワールームとか公共施設があるだけじゃないんですか？君は本当に何も知らないんだね。まあ、着けばわかるから早く行こう。ああ、エイナさん、待ってくださいよ。ここは倉庫ですか？失礼なこと言わないの。ここも立派なヘファイストスファミリアのお店なんだからね。ヘファイストスファミリアの武具といえば、豪華絢爛なものばかり想像してたでしょう。それこそ何百万何千万バリスもするような。はい。ここは新米の鍛冶師が手掛けた武具を置くお店なの。安くても実際に買われて評価を受けることが駆け出しの彼らにはプラスになるんだ。あ、本当だ。そんなに高くない。これだったら手が届くかも。ベル君、確かに君のステータスなら7階層進出を許可しなくちゃいけない。でもダンジョンは下に行けば行くほどモンスターが強くなるし、出現頻度も上がるの。私はダンジョン探索前にしっかりと準備を整えるのが冒険者のすべき最低限の義務だと思うな。武器、防具も含めてね。余計なおせっかいかもしれないけど許してね。いえ、そんな、すごく嬉しいです。ありがとうございます、エイナさん。じゃあ僕ちょっと見てきますね。あ、こら、お店の中では走っちゃダメだよ。あ、はい、ごめんなさい。いい防具を買えたみたいでよかったね。はい、でもしばらくは節約生活が続きそうです。早くダンジョンに潜りたいって考えてるでしょう。どうして分かったんですか？もう、私としてはそろそろパーティーを組んでほしいんだけど。もしくはサポーターですか？うん、ダンジョン探索の補助をしてくれるの。何かと効率も上がると思うよ。あともう一つ、これなんだけど、私からのプレゼント、ちゃんと使ってあげてね。そんな、もらえません。もらってほしいな。私のためじゃなくて、君自身のために。冒険者はいつ死んじゃうかわからないんだ。戻らなかった冒険者をたくさん知ってる。いなくならないでほしいな、ベル君には。これじゃあやっぱり私のためかな。あの、ありがとうございます。うん、どういたしまして。すみません、大丈夫ですか？追いついたぞ、このクソパルムが。もう逃がさねえからな。あの、ちょっと待ってください。なんだガキ。
こいつの仲間か。 いえ初対面ですけど。じゃあなんでそいつをかばう。女の子だから。何言ってんだてめえ。殺されてえのか。やめなさい。街中で剣を交えるとは穏やかではありませんね。ああ口出しすんじゃねえ。とっとと失せろ。ぶっ殺されてえのか。吠えるな。手荒なことはしたくありません。私はいつもやりすぎてしまう。大丈夫でしたか。ありがとうございます。助かりました。いえ、差し出がましい真似を。そうだ、あの子は、あれ、いない。誰かいたのですか。ええ、そのはずなんですけど。クラネルさん、まずはナイフをしまった方がいい。ここは人目につきます。そうですね。では私はこれで。はい、本当にありがとうございました。そうじゃなくて、君、昨日のパルームの女の子だよね。パルーム？リルは獣人、シアスロープなんですが。ほら、耳が。本当だ、耳。ごめん。それでお兄さんどうですか。サポーターはいりませんか。できるなら欲しいかな。本当ですか。それならリリを連れて行ってくれませんか。いや、それはいいんだけど。自己紹介がまだでしたね。リリの名前はリリルカーデです。お兄さんの名前は何と言うんですか？ベル。ベル・クラネル。では、これからよろしくお願いしますね。ゲームデータをセーブしますか？タイトルに戻るんですか？ダンジョン、アイズさんにお会いできて僕嬉しいです。アイズさん、どの CG を見るんですか？